今回は元素、東工大、2019年の問題を説明します。次の記述のうち誤っているのはどれかと。1番、すべての原子において電子の数は原子番号と等しい。これは等しいですよね。原子番号、イコール、これは電子の数ですね。電子の数、イコール、陽子の場ってな、陽子の場イオンの場合は違ってきますね。だから1番は丸。2番、すべての気ガスにおいて原子の最外殻に使用できる最大の数の電子で満たされていると。これは K 殻、ヘリウムとかね、ネオンは N ですけど、K、A、L で28やけど、アルゴになるとね、288やんな。この M 殻は18個まで入るので、8個して、しか入ってません。あと、下の、気圧の場合も違いますよね。だからこれは、ペケと。3番、ヘリウム原子は全ての原子の中で最大の第一温室エネルギーを持つ。そうですよね。ヘリウムはね、こう、プラスに陽子があって、電子が2個あんねんけど、周りにこれ K 殻、L 殻ってあるけど、この電子が一番、この原子核に近いので、取り出すのにエネルギー必要なんですね。さらに閉殻なんで、第一四回というか最大になります。だからヘリウム、これは丸ですね。4番、元素の中には天然に同位体が存在しないものが、これ F やな。9番の F、これは同位体がないんですよね。ファンデアワールスが全ての分子間に働く。これ働きますよね。分子やったら働きます。まあ、水素結合があったら、水素結合の方が10倍ぐらい強いので、まあ、分子間力はあまり考えないということなんですけど、その水素結合がある分子でも、例えば HF とかでも、分子間力あり、水素結合ありということになります。6番、分子内の結合に極性があると、その分子は常に極性分子だ。これはまあ、違いますよね。CO2 の場合やったら、ここ C と O にこう極性が、これ極性、C と O の間に極性はあるんですが、分子全体として、まあこれベクトルと考えたらゼロベクトルになって無極性になります。こんなんもそうやし、CH もね、これはちょっとでですが、C の方に電子引っ張られるな。これ電気陰性度 2.5 とか 2.1 ぐらいからこう引っ張られるので、分子全体としては無極性と。結合には極性があるんですけど、分子全体としては無極性分子になるので間違いと。だから2番と6番間違いですね。はい、おります。